おはようございます。今日は5月8日ですね。土曜日なんで、まあ相場はないんですけども、ちょっと先週のねポイントだけお話して振り返っておきます。前回はですね、108円の910でセルのエントリーポイントを設定したままになってましたけども、あれからいかがだったでしょうかね。もうちょっと時間かかるかなと思ったんですけども、まあ今回なんとかうまくいきましてね、このようになりました。ちょっと画面を切り替えてご覧いただきます。1時間から今日は見ます。1時間をちょっと拡大したものですけども、108円の910でセルのエントリーポイントを持っておきました。こちらの方でねちょっと触れそうになったんですけども、触れずに戻ってですね、それから小康状態を保ってレンジを保ちながら、一気にねブレイクしたのがこちらだったわけですけども、ちょうどですね、前回のこのヒゲ先、こちらの方もクリアしましたんで、ここは硬かったかなと思いますよね。一気にこちらの方からズワッと落ちてですね、でヒゲで戻るんですけども、結構ねこれ、50ピップスとか、まあ60ピップス取れた人はいないと思いますけども、40ピップス50ピップスぐらいは幅があったんじゃないかなと思います。まあでもこのヒゲできちんとね離脱できた方は少なかったと思いますんでね、次肝を冷やしたのは一気に戻ってヒゲをつけてですね、こちらに戻ってきそうになったんですよね。108円の880あたりまで来ましたよね。いやー、桑原でございます。結構荒れました。でもその後っていうのは、おそらくこれ来週の予測になりますけども、この辺りでまたねちょっとずつ下に下がりながらレンジを作るんではないかなと思いますね。こういう風な形で推移しながらというところで、大きな利益はとりあえず取れて、108円の910というエントリーポイントは正解だったわけですけども、まあその辺も込みでね、ちょっと1日足の方を見てみましょうか。1日足を見るに、もう線を引くまでもなくお分かりいただけたと思いますけども、上昇が限界を迎えてですね、下落に向かうんではないかなと思います。そのポイントが一つこちらと、伸ばしたこちらね、ちょっと大きめのゾーンになりますけども、ここを割って今度は下に行くことを考えなければなりません。そしてこのポイントが一つありますよね、107円の530。とりあえずは107円台に入ってからのことですけども、107円の530まで達するようでしたら、これはですね、もしかしたらトランプさんバイデンさんが入れ替わったところあたりまで戻る可能性もあるかなと思います。まあ105円にぐらいには行くんではないかなってところですよね。ですね、一つのポイントとして、今後ちょっと長い目で見てですね、107円の530を割るようでしたら105円台までを見て、セルの方をしっかりと構成かけていきたいかなってことですね。で週が明けて、10日からなんですけども、しばらくはレンジになることを覚悟しながらね、レンジで若干下下がりのレンジですかね、若干下下がりのレンジになることを覚悟しながら、エントリーポイントがまた探しにくくなっちゃうよってことは今の時点で確認できるかなってところですね。一応4時間見てみますか。4時間今見てもしょうがないんですけどね、本当にしょうがないなと思いますね。蛇のように蛇行しているところが見えますけどもね。でも久々に大きな陰線が出ましたねこれね、ただそれだけですかね、今回評価できるのは。この陰線によって大きなセルでの利益が取れたかなってことですね。玉を決済することができたかなってことですね。はい、じゃあ緩やかに下に下がりながら4時間も行く、それが来週だと思います。緩やかにセルの方に向かうと。ただエントリーに、値するかどうかって言ったら、ちょっとねエントリーに値しないんじゃないかなと私思いますけどもね。だから来週はちょっとあれじゃないですか、利益を取るのに苦戦するんじゃないですか。で今週唯一利益がはっきりと取れたのは、今回の108の910のエントリーポイントでセルをかけた時ということになると思います。来週の展望いまいちはっきりしないんですけども、ちょっとねまだ週が明けるまでちょっと休憩しましょうか。それではね、土日、楽しくお過ごしください。いってらっしゃい。